彩り豊かな多肉植物の飾り付けでクリスマスを楽しんでもらおうと、このほど寄せ植え講座が開かれました。高浜まちづくりネットワーク事務所で開かれた寄せ植え講座には町内在住の女性7人が参加しました。講師を務めたのは、4年前から趣味で多肉植物の寄せ植えを楽しんでいる高浜町在住の大隅ゆかりさんです。講座では初めに植物の配置や植える順番など多肉植物を使った寄せ植えのポイントが紹介されました。ここ掴んでもらって、でぐぐっと差し込んでください。そう、もう差し込む形で大丈夫です。もうある程度根が出てますんで、もうこのまま根付くんで。この日作った寄せ植えはエケベリアやヤマトニシキなど10種類の多肉植物を2つの小さなプランターに植えて重ねて完成させるものです。参加者らは見本を見ながら大きな植物から順番に色や形が異なる多肉植物をプランターへと植えていきました。この寄せ植え講座は彩り豊かな多肉植物の飾り付けでクリスマスを楽しんでもらおうと高浜まちづくりネットワークが初めて開きました。ちょっとね、土乾いてるんで刺しにくいかもしれないんで、ちょっと濡らしてもらって、あの湿らしてもらった方がいいと思います。正面をね、決めといてほしいんです。自分の方に、あの一番正面に向けたい方っていうの。で、手前の方を低めで、後ろはちょっと高くなるように、うん、めっちゃ楽しかったです。多肉の沼にはまりそうです。簡単でこ うまいことこう育ててあるなと思って、あ、こういうのちょっとね、いろいろ開いてもらったらありがたいです。皆さん、あの初めての方もいらっしゃったんですけども、やっぱりあの慣れている方が おられて、うん、すごくあの上手にしていただいて、はい、短時間で仕上がってよかったです。少しでもやっぱり多くの方にやっぱり多肉の良さっていうのを知っていただきたいなと思いますんで、はい、どんどん広げていきたいなと思ってます。仕上げにはサンタクロースや雪だるまなどの装飾品が加えられ、1時間ほどでクリスマスらしい可愛い寄せ植えが出来上がりました。この日作った多肉植物の寄せ植えはそれぞれ家に飾り、クリスマス気分を楽しむということです。